北真由子さんによる交通安全宣言を行います。交通安全宣言一つ、私たちは交通ルールを守り、社会や子どもたちのお手本となります。一つ、私たちは譲り合いの精神で安全運転に努め、交通事故撲滅を目指します。一つ、私たちは交通安全活動を通じて命の大切さを訴え、安全安心な街づくりを目指します。令和6年4月6日、川北真由子。改めまして、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ヘルメットの着用、大人の方もお子さんも努力義務化されています。ご存知でしたか？はい、もちろん、はい、それは知ってました。よかったです。もちろん子どもの命もそうですけど、自分の命を守るためにもヘルメットは大事なんじゃないかと思います。実はですね、今日は電動キックボードをお持ちしているんですけれども、はい、電動キックボードは乗られたことはありますか？個人的にはないんですけど、最近結構街中で見ることが多くて、はいはい、なんか狭い道とかでも乗りやすいかなってすごい見ながら思ってました。新たな交通手段として期待されているこちらの電動キックボードですが、やはり知っていただきたいこと、守っていただきたいことがいくつかあります。一人一人の努力で、どうにかゼロにすることが大切なんじゃないかなと思うので、自転車ももちろんそうですけど、歩行者の皆さんもぜひ、安全第一で生活してほしいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素敵なメッセージをありがとうございます。